わちゃ、れちゃんでーす。今回もジャンプチやっていきたいと思います。はい、ということで、今回はガチャを引いていきたいと思います。ということで、早速ガチャの方へ行きましょう。はい、ということで、今回引いていくガチャがこちらでーす。はい、4周年大感謝チケットガチャ引いていきたいと思います。で、こちらが10連が20回、40回目で、記念が1体確定で手に入るやつですね。で、ちょうど20回目まで引けるようになりましたので、こちら引いていきたいと思います。で、一応出現確率も見ていきたいと思います。はい、ということで、出現確率こんな感じですね。ちゃんと記念も、確定ではあるものの、途中の方では出る確率がこう、ちゃんと入ってるので、期待できますね。200連の中で出るかもしれないって思うと、結構ちょっとワクワクしてます。で、出現、パーセントが、普通のヒーローの方と比べると 0.001% しか変わらないので、本当に、まあ、どっちが出ても OK な感じですね。なんか星5がこう出てきたら、ちょっとね、こっちの方も引けるかもしれないといった感じで、期待が持てそうです。はい、ということで、200連引いていきたいと思います。では、まず10連目からスタート。お10連目は金からスタート。さあ、上がるか？初回は上がらず。では、20連目引いていきます。またしても金から。どうだ？もう20連目から上がってもいいんだぞ。上がんない。じゃあ30連目引いていきます。お、シルバースタート。上がってくれ！もう上がろうぜ。ああ、上がんない。じゃあ40連目。またしてもシルバーから。上がれ！オッケーオッケーオッケー。これ、星5が出たらもうなんか、記念が入っている可能性もあるので、期待できます。さあ、これの次ですね。はい。これの次、どうだ！記念来い！ああ、陸王ね。まあ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 、ありじゃないでしょうか。はい、ということで、利口が出ました。じゃあ、50連目。上がれ！ OK, OK。星5が、出るたびにチャンスがありますんでね。これの3個後ろ。1、2、3と、はい。さあ、どうでしょうか。記念来い！あ、トリコ。はい、トリコ出ました。60連目。上がれ！ OK。いいね、いいね。今のところ、良さげっすね。一体、これの次で、OK。カモン！あー、カリン。はい、カリン当たりました。70連目。オッケー。一体、さあこれの次です。記念カモン。あー、マサルだっけ。はい、マサル当たりました。80連目引いていきます。はい、90連目。100連目、確率がちょっとダメですね。110連目。はい、120連目。はい、130連目行きたいんですが、売却してきます。はい、売却してきました。続き引いていきましょう。130連目ですね。はい、140連目。はい、150連目。160連目。OK。ようやく来ました。確率はちょっと、負けてますね。あー、1体かよ。2体ぐらい来いよ。さあ、これの次です。どうでしょうか？記念かも。あー。あ、一応、ニューですね。日の森。当たりました。はい、170。OK。OK、OK、OK、OK。記念カモン。
一体。さあ、どうだ。あ、かかし、いいね。これはこれでありだな。はい、かかし当たりました。180連目。はい、190連目。オッケーオッケー。ここで1体記念出して、次で1体記念出そう。あー、2体いいね。お願い。あー。佐野助。で、3つ飛ばしの。お願い。あー、ブルーマ。はい、一応2体出ました。では、記念1体確定です。いや、持ってないキャラがいいですね。できたら、ナルト。まあ、1体かよ。マジか。あはははは。はい、ということで、悟空でした。では最後、結果、星5の結果を見に行きましょう。はい、ということで、星5の結果見に行きたいと思います。これヒーローにしちゃってるね。ヒーローなしでいっか。よし、じゃあ見に行きましょう。ずらっと。はい、ということで、200連で、当たったのが、ここからですね。陸王からなので、1,2,3,4,5,6,7,8,9 体当たりました。いや、一応 5% なので、今回は負けてしまいました。で、新しく出たキャラクターが、まあ、篠森、青氏だけでしたね。このキャラだけでした。で、記念も、まあ、まさかの被りといった感じで、まあ、一応強化はね、されたんで、まあ、使いやすくはなったのかなとは思うんですけど、まあ、ちょっとバリアのキラーなので、っていった感じですね。はい、ということで、今回こんな感じで終わりにしようかなと思います。ここまで見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。概要欄にツイッターのリンクも載せてありますので、フォローをぜひぜひよろしくお願いします。ということで、また次回お会いしましょう。またねー。